いつもお世話になっております、しおり鍼灸整骨院の岩松です。今回は剣道に多い怪我の中から、足首捻挫の後遺症について解説していきたいと思います。足首捻挫の後、こんな症状が出たことありませんか？足の裏の痛み、すねの痛み、膝の痛み、股関節の痛み、腰の痛み、その他にも尊虚がしづらい、正座がしにくい、跳躍が飛べなくなった、ふくらはぎが張りやすくなった、足がだるい、むくむ、つまずきやすいなどの症状が後遺症として出ることがあります。ではご自分が後遺症かどうかを判断するには、1、かかとをつけてしゃがむことができない、2、靴底の減り方が極端に偏りがある、3、背屈しづらい、必ずですね、捻挫した方と、してない方を比較して、判断してください。その他の細かいチェックポイントは動画の中でアップしておりますので、ご参考にしてみてください。ありがとうございました。